完全に何人かで弾いてる。いや本当そうですね。音をどう切ればいいのかがすごく分からなくなって、一発音を聞いただけで、はい、あ、クイーンだと。すごいシンプル。これ見ると実はシンプルです。うん、そうですね。はい。ブライアニストへの道。レッスン2はコードのことです。なるほど。コードですね。はい。でこれでちょっとブライアンっぽく弾きたいので。なるほど、ビブラートですね。はいはいはい。もう今かっこいいと思いましたもん。はい、うん、これドレミドレミって弾いてるけでしょ、うん、これがハーモニーの基本なんですよ、うん、これ別にあの複雑なことは何もない。じゃん。はい、ということで来ました。来ましたね、はい、圧巻ですね。はい、ボックスボックスボックスですよ。ひな壇飾りなんか親子みたいで可愛いですね。そうですね。これは何かっていうとパスファインダー。はい、パスファインダー。はい、これあのディレイ用で今用意してます、はあはあ、結構持ってる方多いんじゃないですかね。そうですね、パスファインダーすごく人気ですもんね、うん、そうですね。なんかあのそれこそセットでついてくるなんていう場合もあるし、うん、ただこの案外こういう使い方なんかでもこう輝きが出るアンプなんですね。いいです。あの何をしたいかっていうとブライアンがやってるブライトンロックのディレイソロ、はい、あの3つ返ってくるんですけど、はい、こんな感じですね、はい、うん、はい、これ3つ返ってきて何をするかっていうと、先ほどドレミを言ってました、はい、ハーモニー勉強しました。ハーモニーの基本の練習方法として、はい、ドレミファソラシドとか、はい、ドミソとかさ、うんうんうん、そういうふうにやる練習方法もあるんですけど、はい、せっかくブライアンへの道、ブライアニスト、ブライアニスト、はい、ブライアニスト、はい、目指すならば、はい、ディレイソロのアプローチでドレミを練習します。出ましたね。はい、アイコニックな部分ですね、はい、うん、まずあのケーズのトレブルブッサーですね、はい、これ清水さんの日頃使ってらっしゃるボールですね。これはもうメインで、これがなくなったら困っちゃいます、はい、この大きさなんでね、なくなることはそうそうないかと思いますが、ね、あの今使ってるのはそれだけなんですけど、はい、その隣にあるのがフライヤーさんの、はい、フライヤーさんのこれはねトレブルブッサーって言ってたんですけど、まあ、プリアンプなんでしょう。あ、なるほどなるほど、でその後にボリュームペダルが、はい、ボリュームペダルでずっと来てボスのコーラス、はい、ボスのコーラスがあって、でこれがディレイです。ディレイ、これあの全部で5つ返りが別なもの、はい、出力ができるんですよ。ほうほうほう、多機能ですね。多機能です、はい、あとこの地味編、あ、地味編、地味編は何かっていうとコイン入れです。あ、コイン入れですね、はい、要ですね。あ、まあコインとかピックとか、あ、ピックコイン、うん、いろいろ入ってます、はい、あとこの六角レンチとか、ね、あ、そうですね、地味編です。ね、コインが入っていればその該当する国ではもうお財布代わりにもなりそうなまあいろいろ入れてますということで、まあ、あの神様が、神様が ね、 ギターのね、ギターの神様がここにいると、うん、そうですね、というこういう機材で今のサウンドを作る、ね、そうですね。で何をやりたいかというと、まず手始めはコードトーンを弾く、はい、ドミソ、はい、ドミソを弾くとどうなるかというと、はいはいはい、うーん、もうドミソ、あ、これあの、はい、ちょっとオフにすると、はいはいはい、もう単純にこれだけだ、うん、って弾くだけなんですけど、面白いですよね、うん、これだけでクイーンのサウンドですね、うん、これをドミソ、ね、ドミソ、ドミソ、ドミソってこう上がっていけばいいってことになるので、もう出来上がってますね。これもう完全にブライトンロックのアプローチなんですよ。す、ね、うんうん、いや面白い。改めてこうやって分解して、はい、ドミソドミソ、うん、なドミソしか弾いてないんですよ、はい、はい、マイナーにしたかったらデファラ、はい、はい、これだけでギターオーケストレーションみたいなイメージないじゃないですか。これの連続技がブライトンロックのソロ、うん、なるほど、そういうことですね、はい、でもう一個あるのはドレミファソラシドがドシラソファミレドって下がっていくじゃないですか、うんうん、はい、このドシラソファミレドをこのディレイでやると、今まで単純だと思ってたドシラソファミレドが、はい、これちょっとオフにしてみますと、はい、今弾いたのは、うん、
弾いてるだけなのですが、うん、こう入れると、これも完全にブライトンロックのソロの中で弾けるフレーズじゃないですか、うんうんうん、そうですね。いわゆる先ほど言ってた3和音、はい、ドミソマイナーだったらあのミがフラットになればいい、はい、そういうことですね。マイナーにするんだったら、っていう風にすればいいだけっていう。でこれをやりながらそのコードの感覚とかスケールの感覚が身につくんですよ、はい、ほうほうほう。これはすごく遊びながら体に、で間違えたら間違えたままに入ってくるじゃないですか、ね、間違えた大変なことになるんですよ、追っかけてくると、はいはい、これちょっと体感してみます。ちょっとやってみましょうか、はいはい、じゃあ変わりましょう、せーの、じゃん、はい、ということで、まああの弾いてみるということですが、はいはい、もう初めての経験みたいなものなので、初めてのブライトンロック、はい、ブライトンロック試してみますね、はい、1回。ほー、なんか音をどう切ればいいのかがすごく分からなくなっちゃって今。そうですね、うん、あのテンポは一定なので。そうですね、テンポ一定の中でちょっとニュアンス感をどう出すのかっていうのはちょっと分からなかったですけど、はい、これポジションの練習も含み、はい、リズムの練習でもある、ええ、あ、しっかりしたリズムで返さないと機械が。そうですね、自分がこれに、まあ、あのディレイなんで決めたテンポがあるとして、うん、そこにちゃんと体感が合わせられてるかっていうことですね。 そうです、はい、それもね練習になるので、はいはい、これはすごいいい練習、はい、なるほど。今このアンプを3つ並べて使いましたけど、あの例えばこういう機材がない場合、アンプ1個しかないよみたいな場合は、はい、この練習というのはどういう風に。そうですね、うん、これ練習はアンプ1個しかない場合はヘッドホンでやってみたいですね。あ、なるほど。あのアンプ1個というよりも、うん、何かミキサーかなんか通して。なるほどですね。 LR でとにかく広がってる状態で やりたいんですね、うんうんうん。なぜブライアンがこの3つ、最初はね2つだったんですよ。ほうほうほう。あ、ボックスアンプ行って帰ってくるみたいなことですね、はい、行って帰ってくるっていうだけのセットだったんですけど、はいはいはい、途中からライブでもう1つテープエコーがポンと1個増えて、なるほど。で入りが3つっていう風になってたんですね、はい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 、でこの3台をつなげるっていうことなんですけど、なぜそうするかっていうことを1つ今検証します、はい、今アンプ1個だけで鳴らすんですけど、もう聞いただけで分かります、はい。これ変えるんですけど、うん、なるほど、音ぶつかっちゃってるような。もう濁るんですよ。もうこれ例えば早くやってて、はい、あのこう例えば、もうぐしゃーってなっちゃうの で、ね、これがいけないっていうことなんですね、はいはい、でこの70年代当時は多分誰もやってなかった、うん、画期的なわけですよね、その技術として。まあこの音を聞けばね、これはあの本当にブースターをつなげて最初にブーストしてアンプを歪ませるっていう、はい、このシステムだからこういうことになっちゃうんですよ、うん、エフェクターを通してエフェクターの歪みの後にディレイっていうんだったらこうはいかないんですけど、はい、あ、そういうことですね。あのアンプが歪むっていう、はい、そういうセッティングでちょっと戻してみますね、はい、であの先ほどあの検証した通りなんですけど、はい、これ同じことをやると、うん、これちゃんとあの綺麗に。そうですね、うん、であのこれも完全に何人かで弾いてる。いや本当そうですね、もう本当に一人ずついるというような、はい、そうですね、その感じがちゃんと出てますね。そういうイメージでできるんです。なるほど。じゃあさっきの教えていただいたヘッドホンで LR とかっていうステレオだっていうのも、ちゃんとその濁りがなく、濁りがなく、はい、音の重なりっていうのがで出せるようにっていう話になるんですね。そうですね、だまあ、あのどっかスタジオだったら違うアンプでも LR でやるっていうのも一つの手です、うんうんうん、じゃあもうやってみたい方はやってみすぐもスタジオ予約していただいて。そうですね、まず試してくださいという。もう少し広げるとペンタトニックっていうスケールがあるじゃないですか、はいはいはい、よく使う E のマイナーペンタトニック、はい、これを横に広げると、
ていくじゃないですか、はい、これこのまんまなんですよ、はい、ブライトンロックが、はい、このまんま上がるんですよ。弾き方はこれですけどね、先ほどのドレミの音もそうだし、うん、ドンドミソってあのコードトーン弾くのもそうだし、はい、ペンタトニックもそうだし、うん、特別なことは何もやってないんですよ。基本に忠実な形で演奏をしてこうハモっていくということをしていくと、はい、ブライトンロック の,、うん、あのソロで、今のこれもリズムを最初合わせてですね、うん、これリズム測ってるんですよ、うん、なるほど。でこれで合わせて、なるほど。でじゃあ助走的な感じなんですね、最初の。ジョコジョコジョン、そうなんです。まず準備をして、そうです。そこからスタートするぞみたいな流れなんで、はい、そうなんですよ。で、あとライブなんかでは、はい、こう。こんなのあるんですけど、はい、この後で、これで合わせるんです。本当ですね。なんとなくこう、うん、チョン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 ってこう探りながら、はいはいはい、まずそこのリズムを整えてから、そうです、綺麗なハーモニーの準備をして、そうです、次に移行してるわけですね、はい、はー、そういうのってのはあの自分もクイーンの楽曲を聴くっていう部分では、はい、ここまで例えばあの分解をして、こういうものをまず鳴らしていて、それが何回返ってきてあの和音になってるみたいなところってすごく難しいように感じてたんですけど、すごいシンプルです。これ見ると実はシンプルです、うん、そうですね、はい。で今のだけでも本当にあのブライアンの感じじゃないですか、まるっきりそんな感じでしたね、はい、であのペンタトニック続きで言うと、はい、今度ブライトンロックはリズム遊びが入るんですよ、うん、リズム遊びっていうのは何かっていうと、ライブキラーズのバージョンでやってたんですけど、はい、ブルースっぽいフレーズを弾くんですよ、ほうほうほう、途中でドゥンドゥダンドゥダンとかやりながらリズムを測るんですよ、うんうん、測った後にだんだん合わせていくっていう。あ、なるほどですね。今は本当にベーシックなのを順番に、まあ、前の動画も含めていろいろ聞いてきましたけども、はい、まあ、とにかく本当にシンプルながら、そのシンプルだからこそ考え抜いたいろんな機材と、あの自分の技術、はい、あとは本当に音のニュアンスっていうのは自分の色をちゃんと作り上げてるっていうことが改めて分かりましたね、だからもうあの一発音を聞いただけで、はい、あ、クイーンだって分かるじゃないですか、うん、分かります。すごいギタリストって、まあ、バンドもそうなんですけど、はい、一音聞いただけで、あ、チェペリンだとか分かるじゃないですか、うん、っていうのよく言いますよね、はい、うん、そこに到達できるように、ね、はい、頑張ると、頑張ると、はい、皆さんもね、あの参考になっていただけたらすごくありがとうございます、はい、ぜひ見ていただいて、ね、この同じ機材を揃えれる方はぜひ揃えてみてもいいんじゃないかなと思います、はい、これはもうケーズの方で相談をいただけたらですね、ぜひお問い合わせください。これもケーズです。そうですね、まずこちらは、ね、ぜひご相談いただいて、アンプご用意できるかな。次はですね、ええ、一般的な真空管アンプだったり、はい、あとはまあそのシングルが3つ乗ったようなギター、あー、ハムが2つ乗ったようなギターみたいなのを使ってみながら、はい、どこまでまあニュアンスとして似たものを作れたり、ね、自分が楽しめるのかなっていう、はい、で皆さんも多分自分の持ってるギターで出してみたいななんて思うかなと思いますので、そこに掘り下げていければと思います。はい、じゃあまた次回。